日本刀と中国刀、勝負したら勝つのは？皆さんは日本の刀が世界中から注目を浴びているということを知っていますか？呼び名は違えども、世界各国にも日本刀のような刀剣は存在しています。でも、その中でも日本刀に施されたその技術力に衝撃を受ける人が海外でも非常に多いみたいっすね。日本刀は刀剣の中でも最も切れ味があり、どんなものでも切り裂くことができると世界の人々から称賛されています。というわけで、今回ご紹介するのは世界各国にある刀剣の中でも日本刀が大好きというイギリス人男性のエピソード。一体日本刀の何がそこまで人を引きつけるのか、また他の国とどういう違いがあるのか、この動画を最後まで見ると日本刀のすべてがわかるっすよ。それでは行ってみましょう。僕はイギリスに住む42歳のハリー。ロンドンの銀行に勤めていて、妻と娘と一緒に暮らしているよ。結婚して15年経って、お互い言いたいことが言える関係になったのはいいんだけど、その分喧嘩になることも増えてきた。とは言っても喧嘩の原因を作ってるのはほとんどの場合僕の方なんだけどね。僕にはどうしても追求したくてたまらない趣味があるんだ。でもあまりにも自分の世界に入り込んでいる僕を見て、妻は、あなたは家族より趣味の方が大事なの？と怒りをぶつけてくるようになったんだよ。ちなみに僕が夢中になっている趣味っていうのは、いろいろな刀剣を調べたり、実際に展示品を見に行くことなんだ。あの一つも無駄のない洗練された刀身を見ているだけで心が洗われるようだよ。実を言うと、小さい頃から刀の魅力に取りつかれていてね。きっかけはあるアニメのキャラクター。強敵が現れてみんながやられてしまいそうになった時、そのキャラクターが颯爽と現れて刀であっという間にやっつけてしまったんだ。その美しい刀さばきが本当にかっこよくて、一瞬で虜になってしまったんだ。それ以来僕は友人と一緒によく刀を作っていた。チャンバラごっこなんかもよくやったよ。子供の作った刀なんて少し使っただけですぐヨレヨレになっちゃうんだけどね。でもあのヒーローに少しでも近づけているような気がして、最高にエキサイティングな時間だった。そんな僕の様子を耳にして母の知り合いは、家に刀を飾っているから見に来ないか？って誘ってくれた。もちろん二つ返事で僕はそれを見に行った。その刀はディスプレイ用だったけど、とてもよくできていて、僕は一瞬で心を奪われたよ。何本もの刀が飾られていて、その刀によって細かい絵柄や刃先の丸み、長さなども全然違う。僕はすっかり魅了されて、こんなかっこいい刀を自分の家にも欲しいと心から思った。それ以来僕は刀のことをもっと知りたくなり、どんな種類の形があって、どの刀が一番切れるのか夢中で調べたよ。いろいろ調べていくうちに、そもそもなぜ刀は作られたんだろうとか、刀の歴史に至るまで刀剣の奥深い世界にさらにはまっていった。刀っていうのは敵を攻撃するための武器というイメージをみんな持っていると思うけど、実は他にも意味があるって知ってた？実は昔は刀が権力の象徴でもあり、名刀を所持することにより自分の権力をアピールしていたんだ。また寝具としても重要なアイテムで、亡くなった人の体の上に置いたりしていたんだよ。日本にも守り刀と言われる風習があるよね。昔は死を汚れとして捉えていて、その汚れが魔物や魑魅魍魎を呼び寄せるものだとされていた。で、刀には魑魅魍魎を遠ざけ、汚れを払い、清める力があると信じられていて、そこから守り刀という風習が生まれたようだよ。刀って人を殺めるただの武器ではなく、人々を守るための神聖な道具でもあったんだね。驚いたよ。で、僕はどんどん刀の魅力にはまっていき、世界中の刀剣を見たり調べたりしていくようにもなった。国によって丈夫さや見た目など全然違う特徴を持っていて、とても面白いんだ。例えば中国で作られた刀は持ち手が短く、すごく重たいことが特徴的なんだ。一般的な中国刀の重さは18キロから25キロほど、中には50キロという重量を持つ刀もあるんだ。一本の剣を持つだけでも大変そうなのに、
二刀流の戦士は相当な腕力を持っていたんだろうね。また一見同じ形の刀も作り方が全然違うっていうものも多いんだ。ちなみに中国にある三日月の形になっている刀は刃が薄く丈夫ではないらしい。でも中国の刀も威力があって世界の刀の中でもかなり優れているんだけどね。ただなんといっても世界最強の刀は日本刀。あらゆる面から見ても他の国の刀など比べ物にならないくらいすごい刀なんだ。他の刀マニアの中でも刀剣の話になるとまず第一に日本刀の名前が挙がっていたから昔から知識としては知ってはいたよ。だけどその威力に関しては諸説あるし、少年だった頃の僕は信頼のおける情報にまだ出会ってなかった。そんなある日テレビでやっていた企画に僕は衝撃を受けたんだ。その企画は日本刀で切れないものがあるのかっていう内容だった。最初は野菜や木の板など比較的柔らかいものを切っていたよ。それを見て僕は内心、これくらいなら中国の刀でも十分に切れるけどねと舐めてかかっていた。でも最後の最後で僕は腰を抜かしてしまったよ。だって日本刀で鉄の塊を真っ二つにしてしまったんだぜ。そんなの見たことも聞いたこともないよ。それを見た瞬間に僕は日本刀の虜になって、それ以来取り憑かれたように日本刀について調べていった。そもそも日本刀が何で作られているかみんなは知ってた？日本刀を形成する素材は鉄の中でも特に純度の高い玉鋼と呼ばれる金属なんだ。まずはこの玉鋼を熱したり冷やしたり叩いたりしてより密度が高い部分を抽出していく。炭素の密度が刀の硬さを決める重要な要素だからね。この炭素密度が高くなった玉鋼に切れ目を入れて折り返し、切れ目を入れて折り返し、多い時は15回もそれを繰り返して鍛えることで丈夫な刀が作られていくんだ。これは日本が独自で行っている製法で、世界のどの国も真似できない作り方なんだよ。ちなみに一般的な鉄の炭素量はだいたい 0.02% ほど。それに対し日本刀は 0.7% もの炭素量を含んでいるんだ。単純計算で鉄よりも日本刀の方が3倍以上硬くて丈夫ってこと。それだけでも日本刀の並外れた威力が伝わってくるね。実は過去にこの玉鋼不足が原因で日本刀が存続の危機に陥ったこともあったそうなんだ。明治以降近代工業化が進む中で一時玉鋼の技術は途絶えてしまったらしい。新しい科学技術を使って代替原料を作ろうと政府や大手企業が取り組んだんだけど、同レベルの品質を持つ原料は生み出せなかったそうだ。そんな中で立ち上がったのが公益財団法人日本美術刀剣保存協会、日刀保。大手金属会社の技術協力を得て戦時中に創業した鍛冶場靖国たたらの地下構造を利用して1977年、日刀保たたらの名でたたら創業を復活させ、再び玉鋼を生み出すことに成功している。それだけ玉鋼という鉄は特別な金属ってことなんだね。それともう一つ、他の国の剣と日本刀の間に大きな違いがあるんだ。他の国の剣を見るとまっすぐ伸びた直刀が多いよね。一方で日本刀は直刀ではなく反っていることが特徴なんだ。この反りが実はとても重要な役割を果たしているんだよ。刀が反っていることによって空気抵抗を受けにくく素早く切りつけることができるし、切りつけた時の反動も抑えてくれるんだ。しかも日本刀の重さは中国刀の半分以下。軽くて丈夫で空気抵抗の少ない日本刀だからこそ、腕力の強くない侍でも素早く相手を切りつけることができたんだ。そもそも直刀は相手を切るというよりも叩いたり突いたりすることを目的に使っていたようだよ。日本刀とは元々の目的からして違うってことだね。直刀もそれなりに威力のある武器ではあるけど、特殊な技術も必要なく低コストで大量生産ができる作りだから、こだわり抜いた日本刀に勝てるわけがないよね。折れない、曲がらない、よく切れると言われている日本刀。でもパーフェクトな刀に見えるけど実は欠点もあるんだ。製造途中で膨らみや
異物炭が残った状態で仕上げてしまうと修復が難しくて、結局刀としては使えなくなってしまったりするんだ。それと何かに当たって刃こぼれや刃先が欠けてしまうと、どんなに一生懸命研いだとしても当初の予定通りの刀には仕上がらないそうだ。刀を作り上げるには相当な注意力と集中力が必要なんだね。そんな繊細な日本刀をいくつも作り上げ、数々の名刀を輩出してきた日本の技術はすごいね。他の国が日本の技術を真似してもきっと同じような刀は作れないんじゃないかな。さて、ここからは僕が特に気に入っている日本刀を紹介するよ。その刀とは、童子切安綱と鬼切安綱。日本の国宝にもなっているから知っている人もいるんじゃないかな。この2本の名刀に限らず、日本刀って刃文がすごく美しいんだ。刃文というのは、焼き入れをすることによって刀にできる波模様のこと。焼き入れによって生じる煮えや匂いの違いから、その刀が作られた時代や系統などもわかるんだよ。刃文、絵柄、刀の形や厚さなど同じように見えて、どの刀にも個性があふれていて本当に魅力的なんだ。みんなももっと知りたいと思うだろう。僕は日本刀のことをもっと知りたくて、美術館や博物館に通っていたことすらあるんだよ。でも最近は全然見に行けていないね。状況的にも日本には簡単に行けないしね。本当は鑑賞用として日本刀を手に入れたいんだけど、世に出回っている本数も少ないし、運命の一本と思えるものがなかなか見つからないんだよね。刀を販売しているショップもあるにはあるけど、安いものだとすぐに錆びてしまったり欠けてしまったりするんだ。名刀はそう簡単に手に入らないもんだね。あと日本では日本刀を所持するために銃刀法剣類登録証という証明書が必要みたいなんだ。ところがその証明書を紛失してしまっている日本刀も多いようで、安易に購入してしまうとこっちがリスクを負ってしまう場合もある。いつか運命の一本に出会うことができたらいいんだけどな。おっと、刀について語っていたらつい熱が入ってきちゃった。ところで、日本刀以外にも日本の技術の高さに驚いたことがたくさんあるんだ。以前家族で日本を訪れた際に見た食品サンプルには驚いたよ。僕は最初本物だと思って、こんなところに置いてたらそのうち腐っちゃうんじゃないかって話をしてたんだ。そしたら妻が笑いながら、あなた知らないの？これは食品サンプルというただのレプリカよ、と言ってきたんだ。僕はあまりの驚きに食品サンプルをごど見しちゃったよ。この食品サンプルは精巧で美しいだけじゃなくて、とっても便利なものだよね。僕は日本語があまり得意じゃないんだけど、サンプルを指さすだけで食べたいものを注文できたし、サンプルのおかげでどんな料理が出てくるのかある程度想像できて、とても助かったよ。本当に細かいところまで忠実に作られていて、子供も本物みたいと大興奮。友達へのお土産として買っていたんだけど、友達もとっても喜んでいたみたいだよ。あと他には日本のトイレを見た時も感動したよ。だいたいどこの国でもトイレの衛生管理はずさんだし、公共トイレなんてとてもじゃないけど使えない。でも日本の公共トイレはどこへ行ってもすごく綺麗なんだ。座った時に便座があったかいのも嬉しいね。寒い国に行った時に冷たい便座に座るのは結構勇気のいることだったからね。日本の技術はすごいって改めて思ったよ。それと用を足した後にボタンを押すだけでお尻を洗ってくれるウォシュレット付きのトイレは革命的な発想だと思ったね。妻も清潔感があって素敵、ぜひ私の家にも欲しいって言ってたよ。僕も買って帰りたいくらいの気持ちだったけど、飛行機の中にトイレを持ち込むのも気が引けて、その時は思いとどまったよ。日本は技術そのものも他の国より抜きんでているけど、その繊細さ、丁寧さ、発想力の豊かさ、そういった日本人特有の精神が日本製品の品質に現れているよね。細かい作業にも一切手を抜かず、誠実さを持ち合わせた日本人にしか作れないものだと思う。日本人以外の僕たちからすると、そんな細かい作業を延々と続けるなんて耐え難いことだからね。日本人は他の国と比べて本当に真面目な人が多いと思うよ。洋服にも日本の特徴がよく現れているね。
妻がよく言うんだ。日本の洋服は全然劣化しないって。他の国の洋服は洗濯するとすぐ縮んでしまったり、糸がほつれてきちゃったりするんだけど、日本の洋服は何度洗濯しても綺麗な状態をキープできるよう細かく作られているんだね。もちろん車や携帯、家電などの電化製品がすごいのは世界中のみんなが知るところだ。僕の国にも日本製品のファンはたくさんいるよ。中国製は安いのが売りだけど、品質はあまり良くなくてすぐ壊れちゃうんだよね。日本製は丈夫で高品質だし、とても便利だから、長い目で見たら結局日本製の方がコスパがいいんじゃないかなって僕は思う。最初は高いと思っていたけど、一度日本製のものを使うと他の国の製品に乗り換えることはもうできないよ。便利で高品質で安心できる日本製品をもっと自分の生活に取り入れていきたいね。僕にとっては日本旅行の一番の楽しみはやっぱり日本刀なんだけど、妻と子供は日本で食べたお寿司が忘れられないと言っていたな。最近は日本刀のことばかり考えて、あまり家族の時間を作っていなかったから、そろそろまた一緒に日本に行って家族みんなでお寿司屋さん巡りでもしようかな。日本刀がすごいのは知っていたけど、鉄まで切れるなんて本当にびっくりだよ。日本の技術力の高さは大昔から変わらないんだね。日本は技術力もすごいけど、発想力も本当にすごいよね。ウォシュレット付きのトイレを見たときは本当に感動したわ。あと音姫というボタンを押すだけで水の流れる音が出るシステム、あれも女性にとってはとても嬉しいアイデアよね。僕も日本刀の大ファンなんだ。細かく見ていくほど精巧に作られていて、どんどんその魅力に引き込まれていく。僕にとってはもう芸術品の一種だね。いかがでしたか？最近では若い世代の間でも日本刀に興味を持つ方が増えてきたっすね。何もかもがデジタル化されている現代において、人間の手によってあそこまで繊細で美しい表現が施された日本刀は若者の目にとっても新鮮に映っているのかもしれません。また日本刀には古刀と新刀があるんですけど、美しさにおいては鎌倉時代以前に作られた古い刀の方がより洗練されているそうです。その美しさを再現することは現代の技術をもってしても不可能で、ロストテクノロジーと言われています。岐阜県では日本刀の鐔をかたどったお守りが販売されているみたいっすね。世界最高峰の切れ味を持つ日本刀は運命を切り開くというイメージがあるので、必勝祈願、安全祈願、疫病退散などの御利益があると言われています。今では手に入れることが難しくなった日本刀ですけど、お守りやグッズなどを日本刀好きのお友達にプレゼントしたら喜ばれるかもしれませんよ。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。